こんばんは、ももさん。メッセージありがとうございます。えー、実は昨日ね、私誕生日だったんですけどもね、誕生日にもやっぱりちょっとだけお酒飲んじゃいますよね。人っていうのはですね、普段お酒を飲まない時でも、どうしても今日は飲んでみたいっていう時があるんですよね。そしてどうしても今日は飲んでみたいっていうところと、もう一つですね、どうしてもここで飲んでみたいっていうものがあるんですよ。う私はそう思うんですよね。まあ、ですんで、ももさんのお店。 このお店でですねどうしても百瀬さんのお店で飲み,さえ飲みたいっていうふうにまあ言わせるだけのねこう魅力を発信していきたいなと思うわけなんですよね。も瀬さんのまあ人間性とかねももさんのまあこう特質ですとかね例えばバーに来たら。 あなたの手相を見ますよとかかマジックを見せますよとかねとね落ち込んだ気持ちを盛り上げていきますよとかね、えー、恋愛の話だったらもう全然聞けますよとかね、まあ、いろんなテーマがあると思うんですけどもきっと百瀬さんのバーではどんな方がね心を癒してそしてどんな方が勇気をもらってこういうテーマを打ち出していくのはどうかなと思うんですよね、まあ、それで私はお酒のことは全く詳しくありませんこちらにねワインが3本ありますけども銘柄も分かりませんし、あのー、私が飲むためではなくて私が買ったんですけどもこれは実はねワインの方 訪問販売ってのが家に来たんですよで1本3000円から4000円なんですけどもまあ安いのか高いのか分かりませんけども訪問販売に来てくださった方の話がねとっても面白かったんでまあそのお話の代わりにお金を払うつもりでこのワインを買いました、えっと、6本セットで3ケース買ったんでまあ、6万円ぐらいにはなったんですけどもで1本ずつね今あの両親の家に持って行って飲んでもらってるんですよとっても3本とも美味しいらしいですよね、えー、差し詰めですすね、テーマを作るとすれば 息子にプレゼンントしししててもらううワインの美味しさってことでしょうねやっぱりねお店に行って飲むお酒の味そして自分で買ってきて飲むお酒の味自分の若子にね我が子にプレゼントしてもらうお酒の味みんな違うと思うんですよまあそういったお酒の味をより引き出すためには雰囲気とか人誰と飲むかどこで飲むかってことが非常に大事だと思うんですよねそういった演出ができるのはきっとももさんのお店じゃないかなと思うんですけどもいかがでしょうかさあそれではねもう一本動画の方をお送りしますけどもこちらではですね私がまあ下手くそな なんですけどもどういう風にお酒を紹介していくかまあ言ってみればですねももちさんが私のところにお店の紹介動画を送ってくださったじゃないですか私だったらこういう風に作るかなみたいなのを一部をですねちょっとお送りしてみましたのでちょっと参考にしていただければよろしいかと思いますきっとね動画を作っていくって楽しくなると思うんですよ、えー、そして YouTube で見た人の YouTube で出てた人のねお店に行ってみようって気持ちが必ずなりますんで紹介動画を毎日,毎日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 しつこいぐらい作ってみてくださいそれこそですね着てる服を変えながらとかヘアスタイルを変えながらとか時にはあの仮装しながらね ハロウィンの仮仮装装すするぶぶっちちゃけもうぶち壊れてででいいですそれとか時にはねアニメの宇宙戦艦マトみたいなね格好をしたりとか時には時代劇の格好をしたりとかそういう面白さを入れていって、まあ、コスプレバーみたいな感じでねあのバーのマスターがいつもいろんな格好で楽しませてくれるよとかいうのがあったりとか週末だけそれをするとかね、えー、時間帯を限ってなんかそういうのをするとか、まあ、いろんな企画を入れて他のバーでは味わえないようなエッセンスをどん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 ,どん出していくことによってそういうエッセンスが好きな人が集まるような店 なると思います、まあどこにでもあるようなバーが好きっていう人はまあどこにでもあるようなバーに行けばいいと思うんですけども百瀬さんじゃないと打ち出せない魅力ってもねこれを一つ決めてそういうのを打ち出していくのはどうかなと思いますまあ、ちょっと長くなりましたけどねもう一本の動画の方を見てみてください私がバーをねやるとしたら多分最初はこんな感じで動画を撮る練習するかなっていうものですけどもいかがですかね、えー、今度はこちらからね百瀬さんどう思いますかっていうようなねあのー、こうなんですかね、えー 会をしていたたただきいいかなと思って撮っててみました、えー、いつかね、も瀬さんのお店に行きたいですね。えー、とちなみに、もう一回教えていただきたいんですけども、動画の中で教えていただきたいんですけども、も瀬さんのお店は何県の何市のどこにありますかあそれちょっと教えてもらっていいですかね、えー。もしかしたら旅の途中で寄るかもしれませんし、その時は私は熟成をですね、がっぽり連れて行って、も瀬さんのバーで、そっか塾のオフ会をやるみたいなことも考えておりますんでね、ご期待ください。では失礼します。